かいるからね、いたからね、毎日が行きたいまあ出る人は同じやね、うん、失礼いたしますが、ただいまの時間は立ち止まってなど観覧撮影をご予定いただいております。それ入れますか、続いて向かって左側出口方向にお進みいただきますようご協力をお願いいたします。どうぞ皆様ご理解とご協力をお願いいたします。どうだったら起きてるご来園くださいまして誠にありがとうございます。ご観覧中のお客様にご案内申し上げます。ただいまの時間、明日の時間は大変混雑する時間でございます。恐れ入りますが、立ち止まってのご観覧撮影をご遠慮いただき、前の方に続いて向かって左側出口方向にお進みいただきますようご協力をお願いいたします。もう崩しちゃった、メガネが通る。ただいまの時間は立ち止まってのご観覧撮影をご遠慮いただいております。恐れ入りますが、向かって左側出口方向にお進みいただきますようご協力をお願いいたします。
かわいいよね、こっちは。こんなちゃんとパンダだから初めてね。ご観覧中のお客様にご案内申し上げます。撮影をされます際はフラッシュの機能をお気に入りいただきますようご協力お願いいたします。またアドベンチャーワールド園内ではアドリスティックのご使用をご遠慮いただいております。他のお客様と動物の安全のためどうぞご協力をお願いいたします。ただいまの時間は立ち止まっての撮影、ご観覧をご遠慮いただいております。それによりますが、向かって左側、出口方向にお進みいただきますようご協力をお願いいたします。立ち止まっての撮影、ご観覧をご希望のお客様は、ただいま園内奥側のブリーディングセンターでしたら比較的空いておりますので、そちらの方に向かわれることをお勧めいたします。ただいまの時間、この時間で大変拘束する時間でございます。これで参加してる。お母さんね。まだトイレって。で、どうする？Thank you.
協力お願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため整備の協力、マスクの着用にご協力お願いいたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。現在外まで列が伸び始めてまいりました。どうぞ皆さん前に立ち続けて進んでいくようにご案内の協力をお願いいたします。はい、今の今の活動的になるですね、右側の総裁の有意義に向かっていただきます。クーリーのために姿をご覧いただいております。ぜひともですね、今お取りいただいているスチートッカーの皆様にもですね、現在こちら宝の屋内運動場では向かって右側5歳の友人と向かって左側1歳の兵士をご覧いただいております。先ほどまで爆睡していた運動ですけれども今酒を食べ始めております。兵士のその可愛い姿、他のお客様にも平等にご覧いただきたいと思います。皆さんこちら歩きながらの観覧にご協力をお願いいたします。現在こちら新型コロナウイルス対策といたしまして入り口での手指の消毒、そして消毒性以上のお客様にはマスクのご着用をご協力いただいております。手指の消毒とマスクのご着用をご協力をお願いいたします。
ご視聴いただきありがとうございます。どうも、今日はこちらの時間帯、大変混み合ってきてまいりましたので、歩きながらのご案内にご協力をお願いいたします。ぜひともこの今、躍動的な瞬間、他のお客様にも平等にご覧いただきたいと思います。どうも皆様、歩きながらのご案内にご協力をお願いいたします。ちなみに今晩のこちら、体験の髪型にご注目していただきますと、どうでしょう、発泡力の口に加えている様子をご覧いただいております。ある程度ですね、葉っぱが束になりましたら、今口に加えているものを手で掴んで、バリバリと、食べ始めます。現在は竹の部分しか食べて、歯の部分しか食べておりませんが、今回は竹の部分以外でも、今、左側一切空気も食べておりますが、竹の軸の部分であったり、茎の部分も食べたりします。食べるものによっては、うんちの色が変わってくる。皆様、お待たせいたしました。おはようございます。本日はアドベンチャーワールドへようこそお越しくださいました。さあ、こちらから、ニと一緒に。ニと一緒に運動場へ向かいます。二頭とも非常におてんばな性格でして、なかなか私たちスタッフの言うことを聞いてくれないこともたくさんあるんですけれども、もうとにかく元気いっぱいですので、そんな可愛らしい元気な姿、今日もたくさんのお客様にご覧いただければと思います。はい、私の後を私の後をついてきてくれているのが妹の桃浜です。桃浜、どうやら今朝はお腹が空いているようで、早くミルクちょうだいよと、この後のミルクを心待ちにしている状態です。残念ながらまだ私持っておりませんので、もうちょっと待ってくださいね。そして運動場端の方で何やら探検をしておりますのが、お姉さんの桜浜です。桜浜、非常にマイペースな性格でして、妹以上に手がかかります。はい、次もほっこりしているところもありますので、今もちょっと抱き上げることができましたが、ただ2頭とも非常に体重があります。今朝の体重はすでにあちらのボードに掲げられてますけれども、もう26キロに迫るところでして、かなり重たくなりました。小さい頃は私たちスタッフよく抱っこして皆様の前に連れてきたりなどしましたが、今はとても抱き上げることが難しいですので、こうして子どもたちには自分で元気に歩いてもらっています。はい、さようです。はい、それではこちらの涼しい木陰でミルクを与えようかと思います。成分に近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量は全く違います。本当の通りご覧の通り、非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです。はい、もう待ちわびてますので、早速ご準備持たせようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆様の前でまず姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。桜浜と桃浜、なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りない分を補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらった桜浜、今お腹はさほど空いておりません。お乳で足りなかった分をまして哺乳瓶で少し与えました。この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところになります。そしてミルクの後にはニトが最近よく食べますこちらのリンゴ、リンゴも与えます。
ゆっくりゆっくりですが、ちゃんと噛んで飲み込むことができるようになってきました。まだ固形物として食べることができるのはこのリンゴぐらいです。大人のパンダのように竹を食べるようになるのは1歳を過ぎてからになりますので、まだもう少しかかります。でその前に離乳食としまして、こうしてリンゴを与えるようにしているんです。上手に前足でリンゴを持って食べている姿もぜひご覧になってください。さあ、皆様からのご質問にもここからはお答えいたしますので、何かございましたらどうぞ大きく手を挙げてお知らせください。はい、早速ありがとうございます。はい、ようですが、今現在お母さんは2頭をちゃんと認識していますかというご質問いただきました。実は赤ちゃんが小さなうちから、私たちスタッフ、お母さんパンダに2頭を同時に預けるということを試みまして練習を重ねました。お母さんパンダのラッキー、今回で4回目の出産子育てなんですけれども、過去に3回双子を産み、そして育てております。その経験がありますので、私たちスタッフ、ラウヒンの子育て能力、母性本能を信じまして練習をしました。すると子どもたちの成長に従って、子どもたちが成長するに従って、お母さんの子育てにも余裕が出てきたのか、落ち着いて子ども2頭を同時に面倒を見られるようになったんです。今ではこの広い外の運動場に親子3頭で開放してもしっかり落ち着いて過ごせるようになっております。今月初めからこの外の運動場に親子3頭で出られるようになりまして、この後も実はお母さんがここにやってきます。親子3頭になったところも大変微笑ましいですので、ぜひゆっくり。さて、他に何か知りたいこと、気になることはございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、実は、この桜浜桃浜、お母さんからの卒業さほど遠くありません。野生のパンダたちも1歳から1歳半、長くて2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、ラウヒンの体調や疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると2と1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかもしれません。本来は1頭しか育てられない、ジャイアントパンダのお母さんですが、ラウヒンには頑張って2頭の面倒をしっかり見てもらいました。十分頑張りましたので、少し早めに、子供から離れ体を休めてほしいなという気持ちもあります。また同時に2頭の成長非常に順調でして、これまでのお兄さんお姉さんたちよりも早いスピードで大きくなっているぐらいです。この2頭の成長を見ていても、そろそろお母さんから話しても何とかやっていけるかな、そんな期待もありますので、まだ正式にいつ親子が離れるか決まっておりませんが、年内にはお別れの時。さあ、他に何かあればお答えいたしますが、何かございますでしょうか。会場へ登りますと、2階観覧場から大変お近くでご覧いただけます。2階観覧場へはブリーディングセンターのちょうど反対側に階段が上がりますので、よろしければご利用ください。
うん、そうやなかった。気増えた。それでは、選手の姿ご覧いただけます。現在1頭は高い台の上で飛ばしておりますが、世界観覧場へお進みいただきますと、この台の上の赤さん、大変お近くでご覧いただけます。世界観覧場へは到着のはブリーディングセンターの現在は桜浜と桜浜で4回目の子育てを頑張っております。桜浜が今までに海子育てしてきました子どもたちはこの電車を歩くと3歳の双子、大臣と4歳、そして3歳のメスの優秀がご覧いただきます。アドベンチャーワールドでは現在7歳のダイヤントさんが暮らしております。桜のビリーブルーターに4頭、県内のこのビリーブルーターに4頭、
さくらちゃんそこで暴れたはず。
かしいの時代で、こんなことされてる。
Thank you.
Thank you.
お母さん、ハンキにとっては8頭目。お父さん、エレにとっては10頭目の赤ちゃんの納豆となりました。本日で生後83日目を迎えております。また、先日、12月6日には、日本製造のたくさんの情報の中から、ミキシンという可愛らしい名前を付けられました。どうもしてくださった皆様、ありがとうございます。この名前では、価値観や文化、言語など、様々なものを食べ物を盗み、笑顔をあふれる、未来を作ってほしいです。さあ、生まれたときは 197g、手のひらに乗るほどの大きさでしたが、本日は何グラムに成長しているでしょうか。ぐっと言っております。ラストして覚えておりますはい、分かりました。本日の体重4770g です。生まれたときは197g という小ささでしたが、本日
ちも。Thank you.
中がオフになっているかご確認ください。出てきてしまいまして、消化効率が大変悪い動物です。そのため起きている間はこうやって常に食べていないとこの大きな体は維持できないんです。で、そしてお腹がいっぱいになってしまったら、あとはもう眠ってしまって、できる限り体力を使わないようにして生きております。たくさん寝ることで竹の消化を促して、できるだけ体力を使わないということで、パンダにとっては寝ることも大切な仕事の一つなんです。パンダよく寝るイメージもあるかもしれませんけれども、だいたい1日の半分から3分の2、12時間から16時間寝て過ごす動物です。食べて寝て、食べて寝てを3、4時間おきに繰り返してまして、大変羨ましい生活を送っております。
顔が見たい。同じ格好してるから、鏡が見えるお母さん、お母さん、たぶん同じ格好してる。お母さんも一番多くね。お母さん、来ちゃった。お母さん、こっち来て。大体平均ぐらいですかね。
150g ぐらいの赤ちゃんを想定したぬいぐるみになってます。はい、目とか耳の作りなんかも本当にすごく緻密に作られてるんですけど、爪がね、なかなか生えてないので、そこだけちょっと惜しいなって私は思ってるんですけど、まあ、それ以外をそれを除けば本当に緻密に再現されたぬいぐるみで、結構重さもしっかりあります。ちょっと持っていただけないのだけ残念なんですけど、はい、でこのシリンジビーカーシャーレはですね、実際に彩浜が使ってたり、シャーレに関しては風浜も使ってた、本当に実際使ってたものを持ってきてます。でこの哺乳瓶に関しては2頭とも使うかもしれないって準備してたけど、結局使わなかったものになります。彩浜が生まれてすぐの頃になかなか自由引きで母乳を飲むことができなかったっていうのを踏まえて、中国の研究員さんがこのビーカーの方ですねを、これが良浜だとして、まあ、こう赤ちゃんを抱いてこう丸まってるんですけど、ここが柵なんですね。でそこの柵の中からこう手を入れて、ビーカーを持った手を入れて、赤ちゃん大体こっちにいることが多いんですけど、赤ちゃんが左側にいれば右側の乳首で、右側に赤ちゃんがいれば左側の乳首のここから搾乳して、でこの小さいシリンジに入れて最初サイフンはミルクを飲んでおりました。風品はこれ使うことなくて、私たちもサイフンが小さかったので、この次生まれてくる風品ももしかしたら小さいかもしれないってことで、一応搾乳のシミュレーションだけは、実際ラウヒンでやることはできないので、ぬいぐるみにはなるんですけど、普段暑い日に外に代わりに出てくれてるぬいぐるみを使って、何度も何度もシミュレーションしまして、一応楓浜の誕生を迎えたんですけど、本当に健康有料児で大きかったので、最初から自力でミルクも飲んでくれましたし、一切シリンジとビーカーは使うことなく、はい、事なきを得たっていうような感じですかね。シャーレは、赤ちゃんの刺激をした後に排泄を受けるのに使ってます。もちろん卵浜が刺激をしてくれるんで、私たちがしなくても排便っていうのはしっかりできるんですけど、やっぱある程度こううんちの状態、結構細かく色とか、あと固形物の量とかが違ったりするんです。卵浜のミルクしか飲んでないんですけど、そのあたりがこう結構変わってくるので、そういう状態を把握するためにもシャーレにとって、あんな感じですね、あれ実際の風品の映像なんですけど、あんな感じでこれちょうど中尾さんがやってらっしゃるんですけど、刺激をして慣れてくるのが多いんですけど、何も起こって必要あれば冷蔵庫をしたり、基本的には回避になるんですけど、あんな感じで刺激してっていうような時に感じたものです。はい、続きまして、これ何か皆さん分かりますか？そうですそうです、体温計です。YouTube でも多分使ってる映像いくつか上がってると思うんですが、あれですね、脇の下に挟んで、このここに挟んで体温を測ったり、あと脇によってはこの尻尾のところに、尻尾と肛門のところにこう挟んだりすることもあるんですけど、生まれた初期の頃はこれぐらい毛が生えてないと、お腹の下、タオル、赤ちゃんがいるこのタオルとお腹の間にこの先っぽが温度計になってるんですけど、そこを置いて体温を測ってっていうのをします。でさっきの映像ぐらい白と黒の毛が生えてくると、もう脇に挟んで体温を測ります。で今までは毎朝これぐらい小さいと結構適度で、毎回こうお母さんの卵子から預かるたびにとりあえず1回体温を測って体温下がってないかどうか確認したりするんですけれども、そのうち成長するにつれて、それが1日1回朝だけになったり、朝は違うな、お母さんから預かった時にすぐ測るのと、お母さんに戻す前に測ってどれぐらい差があるか見て、ある程度成長してくるとそれがどんどん回数が減ってきて、その後朝と夜だけになりまして、で朝だけになって、今の風品はもう暴れて測ることができないので朝も測ってないです。
ただ外で日光浴したりするとやっぱりこう口開けてハラハラしたりとかすることありますし、パッと肉球の部分が結構熱が分かりやすいので、そこを触って熱くないかとか、脇の下に手入れてみて熱くないかなっていうのを、こう私たちのもう本当肌感覚になるんですけどで判断してます。はい、これも実際に使ってる、まだ現役なんですけど使ってるものです。はい、でこれがですね、パンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないですけれども、森永さんが今日も開発してまあ私たちだけじゃないですけど、いろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、フーヒンも今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、一頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで、最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳のユイヒンがですね結構変色で、このミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然風品も独り立ちの日って決まってないんですけれども、最品もそうなんですけど、決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時、ユイヒンみたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが一回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に最品、ユイヒンほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりもそういう器から飲むことを覚えてないので、そこの順調の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてから、それをどんどんこう器の方に下げていって、気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらいの、流れでやってはいるんですけれども、最近やっぱスムーズに飲めるようになってきたかなぐらいです。はい、哺乳瓶では分かってない。哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が生えてなくて、だから双子の時ですねにこう入れ替え保育って、1頭お母さんが預かっていただいてる間にもう1頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。まあ、ただ今のところ特にこう、お母さんのミルクだけで食べてますし、今哺乳瓶を使うとその乳首の部分がゴムなので誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですね、ひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、これが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつでも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ終わるぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構見えますか、映るかな、皆さんあれに、はい、こんな感じで歯型がね結構、歯型ね、人間の歯型ねみたいな、結構噛んで移動したり遊んだりすることが多かったですね。はい、これ実際に風品が生まれた時の大きさと重さ再現しているので、よかったら見る前に一回触ってみておいてください。消毒シールでも回していただいて大丈夫です。意外とね、手にずっしりくると言いますか、これも実際に風品が、風品も彩品も唯品も使ってたばかりです。はい、お母さんから預かってこんな風にタオルにくるんでここに入れて体圧測る、まあ、今ちょっとタオルの重さだけ聞くの忘れてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね。タオルに入れて、あ、なんか、はい、203、はい今、これ風品になります。これ全く同じこの容器です。はい、あれぐらいの大きさの時に使ってます。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。はい、今はもうこの次ぐらいかな、一番最終のもう衣装ケースみたいなでかいのに入れて測って